ランヌ隊員、年齢、いやこれは失礼、隊歴2年、東京都出身、ウルトラ警備隊の高一点。ウルトラ警備隊全員。そうだわ、ダウン、あなたの地球がピンチに立たされてるのよ。何か敵を倒す方法はないの？撃ったんだ。大丈夫、神経を麻痺させて動きを止めたの。ウルトラセブン頑張って。ダン、一体どうしたっていうの？本部に連絡もしないで単独行動を取ったりして。隊長がプリプリよ。今それどころじゃないんだ。それよりフランシュタインが基地へ連れていった少女は、彼女ならベッドでお昼寝の最中よ。アンヌ、彼女を絶対基地から出してはいかん。厳重に見張りを頼む。うん、分かったわ。これでよしと。もう絶対乱暴しちゃいやよ。ん？うん。そうだわ、ダンにいいものあげる。お守りよ。これでどんな時でも大丈夫。アンヌがついているわ。女は初めからウルトラアイを狙っていたのだ。クソ、なんてうかつなことを。ダウン。あ、ダウン。もう傷は治ったの？ユシベ博士は地球の大事な頭脳なのよ。博士は宇宙人に利用されてんです。ダウン。やめてください、重傷を受けているんです。本当です、隊長、この中に潜んでいる奴は我々に危害を加えません。とっても臆病な小さな弱い生き物なんです。そうだ、事故を起こしたため、ラッサ氏との連絡は取れないが、私は愛するペガッサを守るために地球を破壊しなければならない。悲しいことだ。しかし私は地球を爆破する。